はい、こんにちは、勝又です。今日はですね、もう先月ぐらいからちょっとたくさん来てて、たまりにたまってたんですけども、やっと動画にできる時が来たので、動画撮らせていただきますが、視聴者さんからのお手紙ということで、もうすごい量たくさん来ててありがとうございます。動画にねするっていう方向で一応いつもやってますけども、もう本当にねすごい量です。本当にありがとうございます。もう10通ぐらい来てるかな。でちょっと手紙っぽいのからちょっと読まさせていただきます。はい、こちら、これ多分ね、前回ね、多分ていうか前回くれたか、くれたのですね。僕の名前は宗師と言います。勝又さんの動画は見ています。僕がびっくりしたのは、星2のポケモンと星5のポケモンを交換するとはびっくりしました。お父さんは星4のポケモン、星5と交換しました。勝又さんは星4のポケモンとかしたことありますか？ある。ちょっとわからんちょっとね、わかんなかったけど、あるよ。ある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 、もういっぱいあるありがとうございます。お父さんかお母さんかな、綺麗な字でしっかり書いていただいてありがとうございます。これ前回多分本当にあれですよね。そう一緒の住所だからありがとうございます。前に兄弟でガオレのディスクくれた方ですね。ありがとうございます。そしてなんか硬いものが入ってるな、カードかな。すごく綺麗な字で、小学校1年生ですね。ハサミで開けるか。手紙と、なんだろうこれは。お、ガンバライジングのカード。しかも、うわ懐かしい、この LR、 ほら仮面ライダー。メインチャンネルのも見てくれてるのかな。勝又様へ、ガンバライジングの多分持ってないカードを送りました。いつも見ています、白より。ありがとうございます。持ってる持ってるんだ、これ持ってるんだ、これ出した勝又博物館のチャンネルの方で動画出してるので、多分そっち見てないのかな、もしかしたら、わかんないけど、出してるよ動画で。はい、そして、こちら、お、ディスクが入ってる。ディスクはディスクが入ってると思われるのは後にしよう。さあ、リクティニとかいます。これは結構東北の方の方ですね。見てみましょう。すごい分厚いぞ。お、ディスクが入ってた。すごいご丁寧に。マックのルナーラと不思議バナとゼルネアス。懐かしい、このグレード4のゼルネアス。お、グラードンじゃない？めちゃめちゃ上手じゃん。めっちゃ上手。色もちょっと塗ってあって、かなりうまい。俺こんな綺麗に描けない。裏は若干海洋画を描こうとした跡がありますね。読まさせていただきます。わっ、勝又さんへ、こんにちは、よろしくお願いします。僕はすべて勝又さんの動画見ています。レクザマサボールで捕まえて、おめでとうございます。僕はスーパーボールで捕まえました。よかったらこのディスクを受け取ってください。もしよかったら日食ネクロズマください。日食ネクロズマが無理だったらマーシャドカルギャをください。ガオレパスは残りの記録回数は何回ですか？僕はあと56回です。春より。ありがとうございます。ですね、プレゼント企画を、またやると思いますので、ぜひそちらにご応募してください。必ずとは言えないのでね、一人の方にこうあげるとかっていう形はちょっとできないので、なんかこれをじゃあちょっとゼルネアス懐かしいので、使いたいと思います。では次、結構ほんと全部分厚いんだよね。ディスクが入ってると思われる。これは京都かな、もしかしたら。すごい、うわ、かわいい、海洋画だ。つながってるね、ほら、さっきのことつながってる。勝又さん、好きなポケモン、ね、
ビクティニが好きなのかな。ビクティニがここに書いてありますけども、スーパーボールで月食ネクラズマ持っている、あげます。マジ本当？おお、マジだ、ありがとう。ルガルガンとハピナス、マジでありがとう。ガオーレの動画使ってください、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、使います。はい、とよし、じゃあ次行きましょう。ちょっと結構多すぎて本当にちゃんとね、どれがどれってね分かるようにしておかないと分かんなくなっちゃう。次はね、おブイズ、素晴らしい、封筒がでかいですね。開けます。どんな、どういう感じで入ってるんだ。すごいな、切ります。ガオレディスクめちゃめちゃ入ってる、めちゃめちゃ入ってる。ここにもシールが。カズマタンさんへ、僕はカズマタンさんの動画を見ています、いつもすごいと思いました。カズマタンさんへ、伝説のポケモンを渡します、このポケモンでガオレしてください、よろしくお願いします、できれば大切に使ってもらえますか、よろしくお願いします。はい、使えますよ、もちろん。森くん、下の名前までは読めないけど、森くんね。どれ、ジャラランガ、え、めマジ、ほう、そしてゼクロム、うわ懐かしい、初代ジガルデ、ポケネ3380の時の、うわこれ持ってないよ、持ってない、これ結局捕まえれなかったから、俺使う使う、こんなにも大切に使います、動画にしますね。じゃあありがとうございます。これはまた別で、ジガルデ懐いな、これは懐かしい。さあ、そして次、かわいいニョロトノとかを描いてくださっている人ですね。裏はプリングルスの、絵が描かれております。お手紙読みます。お、なんか書いてある、うまっ。勝又さんへ、はじめまして、いつも動画見ています、僕は何かの伝説が欲しいです。勝又さんはとても運がよ、とても良くて伝説が読んでますね、どうやったらそんな運がいいんですか、ルギア欲しい。あ、名前が書いちゃってあるけどね、すごいね、上手に絵が書いてある。なんか入ってるぞ、お、ポケモンカード、え、あ、グソクムシャじゃん、グソクムシャ GX 最近のですね。そしてギガイアス、あ、色違いのニョロトノだ、一緒のやつ、俺と。これ持ってない、フーパー多分ね、こっちは持ってないんだよ俺、グレード5の方は持ってるけど。そしてギガイアス、ありがとうございます。このフーパー可愛いからちょっと使おう。またね、ほんと何度も言いますけども、プレゼント企画必ずやりますので、ぜひその際に応募してくださると、レックーザとかやるかもしれませんので、よろしくお願いします。さあ次、これは何だろう、あ、勝又様、お、いつも楽しく動画を上げさせてもらって、9歳の兄と4歳の妹でガオーレの動画に夢中になっています。11月23日兄弟からのプレゼント動画を見て、自分たちもプレゼントしたくなったようです、受け取っていただけると嬉しいです。勝又さん、いつもすごい動画を出して僕はびっくりしました、特にレックーザをゲットする動画を驚きました、またゲット頑張ってください。はい、ということで、これはじゃあ どっちがどっちなんだろう。お、レオンって書いてある、お名前レオンって書いてある、レオンチャンネルさんと一緒じゃないですか。じゃあこっちが妹かな、多分。またこれちょっと見ずに、じゃあ動画撮りたいと思います。これ 見ないでね、見ちゃうとちょっと面白くないかもしれないから、見ないで動画撮るときにやりたいと思います。これと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 、めちゃめちゃあるな。次、すごいひらがなで可愛く書いてくれてます。
あぶね、ギリギリだった。勝又さんへ、中にガオレディスク入ってるのでぜひ使ってください。はい、わかりました。お、サンダース持ってない。これは持ってない、持ってないです。モノズ、モノズ、そしてゴビット、そしてこれも持ってない。ソルガレオグレード4。自分でね、2からねグレードアップさせる動画を撮りたいんですけども、撮れてなくてですね、これはまだ持ってないですね。ありがとうございます。さあ、そして次、これはね、次のねガオレでメガミュウ2とミュウとサンダーファイヤーフリーザー出るらしいですよって書いてあるので、もう結構前にやっぱ届いてましたね。もう今は始まっちゃってますから。え、どうやって開ければいいんだろう、これ。切ります。多分大丈夫、際を切れば大丈夫。お、あぶね。勝間団さんへ、僕は毎日勝間さんの動画を楽しく見ています。星4ディアンシーとビリジオンと入っています。ぜひガオラで使ってみてください。使う、これは使う。持ってない、ディアンシー持ってないんだよね、本当に。でビリジオンも確か持ってなかった。これはじゃあ使わせていきます。結構合同で使おうかな、じゃあ一緒に今回はね。めちゃめちゃもうパンパン、すっごい量入ってる。なんだろうこれ。お、これ俺持ってるけどいいの。スペシャルのサトピカ、いつも毎回使ってる。そしてこれはレア、レアって書いてある。グレード2ってことかな。そうですね、グレード2のディスクが4枚とレア、また同じくグレード2の多分4枚入ってます。はい、そしてグレートレア、グレートレア5枚入ってますね。パンパンに入ってます。こんな感じ。懐かしい、これ昔の柄だ。そしてさあ、プチレア、プチレアってあれじゃん、あれみたいに言うね、ジャラステみたいに言うね。はい、そして手紙、勝松さんへ、僕は今スナックワールドにハマってます。あ、やっぱりそういうことだったか。ガオレあげます、ぜひ使ってください。ありがとうございます。はい、ということでたくさんいただきました、ありがとうございます。また、個別で動画ね、ガオレやりながら動画出したいと思いますけども、事務所にね、下の動画の概要欄に貼ってありますので、東京都港区六本木ヒルズ、六本木6-10-1、六本木ヒルズ森タワー37階ウーム株式会社勝又様宛に送っていただけると僕の手元に届きますので、まあ送りたい方はぜひ送ってください。動画にできれば動画にします。ということで今日はありがとうございました。また動画にします。それではまた明日。